ションソミは、カナダ出身の大韓民国の歌手で、期間限定女性アイドルグループ IOI の元メンバー。ザ・ブラックレイベル所属。英語名は、エニック・ソミ・トゥーマ。2001年3月9日、カナダのオンタリオ州に生まれ、生後6ヶ月で、韓国へ移住。その後、JYP エンターテインメントへ練習生として入所。2015年5月から7月まで、ガールズグループ。 トゥワイスが誕生したネットの公開オーディション番組シックスティーンに出演するも脱落。2016年1月から4月までネットの公開オーディション番組プロデュース101に出演し最終順位1位で合格。5月4日期間限定ガールズグループ IOI としてデビューし翌年1月31日の解散まで活動。 2017年2月10日から5月19日まで、KBS2TV のバラエティ番組、お姉さんたちのスラムダンク2に出演し、番組内で、ユニット、ウニーズを結成。5月29日から7月3日までは、KBS のバラエティ番組、アイドルドラマ工作団と、ウェブドラマ、花道だけ歩こうに出演し、番組内でユニット、隣の家の少女を結成。 2018年春まで、イエジ、リア、リュジン、チェリョンと共に、ガールズグループ、イッチでデビューの予定だったものの、同年8月20日に JYP エンターテインメントとの単独契約解除を発表。同年9月24日には、YG エンターテインメント参加のザ・ブラック・レーベルとの専属契約を発表。2019年6月13日、ファーストデジタルシングル、バースデーをリリースし、 ソロデビュー。2020年7月22日、セカンド、デジタルシングル、w h a t You Waiting For をリリース。同年8月6日には、M カウントダウンの放送で、初の音楽番組1位を獲得。2021年8月2日、サード、デジタルシングル、ダムダムをリリース。172センチメートル、46.6キログラム、血液型は、大型。 家族構成は、オランダ系カナダ人の父親、韓国人の母、妹の4人。オランダ、カナダ、韓国の多重国籍者である。小学校低学年の頃に容姿をからかわれる差別を受け、父親に顔の整形手術と毛髪の染色を訴えた過去がある。父親がテコンドー師範であることから、自身もテコンドーを8年間習っており、黒帯3段を保持している。 インターナショナルスクール入学後には父親のすすめでテコンドーブのある小学校に転校しているデジタルシングルミュージックビデオありがとうございます。